はい、どうも。石川県の金沢を中心に全国そして世界を、飛び回り、笑いとスピリチュアルの融合、そして目に見えない世界の見える化を推進しているチャネラーリュウです。どうも。はい、今日の動画はですね、質問が寄せられているので、質問か。はい、寄せられているので、それに関して、僕の知ってる範囲で、お答えしたいと思います。ですね、内容は、そうですね、龍神はどんな神様ですかと、いうご質問が来てます。で、まあ、あれですね、解釈は人それぞれいろいろあると思うので、まあ、チャネラー流なりの龍神に対する解説をしたいと思います。はい、まあ、ちなみに龍神っていうと、そうですね、まあ、僕いろんなところ回ってエネルギー調整するんですけど、この時にまあ一緒に、エネルギー調整の仕事をしているパートナーでもあります。で、なんだろうな、そうだな、神様というところに至ってる竜もいれば、まあ、竜神ってことなのかな、竜神もいれば、そうじゃなくて、眷属って言って神様と一緒に動いてるような、種類の竜もいるのかなと思ってます。まあ、よく言うのが、お稲荷さんですね。お稲荷さん、まあ、五穀の神様なんですけど、眷属が狐というように、神様と一緒にお手伝いするという役割が龍かなと思ってます。で、まあ、龍でいくと、まあ、そうですね、どうだろう、神様というか仏様、神様、一木姫、宗像三女神というのがいるんですけど、これの一木島姫っていうのがいて、これが弁財天なんですよ。弁天様なんですね。で、この辺と、竜というのはもう必ずセットで、います。ので、僕はまあ弁天さんと竜っていうのが結びつき非常に強いなって思ってて、まあ、セットな感じですね。なので、まあ、基本的には、まあ、竜神と行くと、結局なんていうの、階級というか、グレードっていうか、もうこの表現難しいですけど、まあ、成長してくると、竜も、神様になって竜神となると、いうところなんですかね。その手前の竜もたくさんいるよというイメージですかね。はい、まあ、そんなところです。はい、で、はい、こちらまたね、LINE でお友達登録キャンペーン、やってます。で、これ登録していただくと、不動明のパワー付き画像をプレゼントしてます。ですね、もう最近はですね、さらに、リニューアルした、バージョンをお送りしてます。不動霊場巡りっていうのをまた開始しまして、新たな不動明と縁をつないでますので、そうですね、徐々にまたさらにパワーが上がっていくというような状態になってますので、ぜひぜひ、友達登録してみてください。あと、まあ、神社ツアーだったり、ホームページ、あとブログですね、もう、この動画の下に、リンク載せてありますので、そちらから、一体チャネラー流は何をやってるんだと、どんなことをやってるんだと、でまた費用どのくらいかかるんだみたいな話もそちらのホームページの方にね、書いてありますので、ぜひぜひそちらも見てみてください。はい、ということで、チャネラー龍でした。